ハット P-4B とは2007年10月に発見された太陽系外惑星である。太陽系から牛界座の方角に1000年以上離れた位置にある BD プラス36度2593と呼ばれる恒星の周囲を回っている。惑星が恒星の手前を通過する際の現行を捉える手法によって発見され、 ハットネット計画によって報告された第四の惑星となった。ハット P-4B は典型的なホットジュピターとみなされている。質量は木星の68%、半径は127%で、平均密度は水の41%、木星と比べると31%である。食の観測によって惑星の正確な軌道傾斜角が明らかになっているため、 惑星の質量は真の値が知られている。ハット p 4 b と主星の距離は 0.0446AU で、これは地球、太陽間の距離の22.4分の一に相当し、光転周期は約3日である。軌道半径が小さく周期が短いため光転速度は秒速 159km に達している。ハット p 4 b の主星には、 他の系外惑星の主星と比べ金属元素が高い比率で含まれている。理論上はその周囲で形成されたハット p 4 b も平均分子量が大きく中心部に比較的大きな個体コアを持つ高密度な惑星になることが予測されるが実際に観測されたハット p 4 b の密度は他のホットジュピターと大差のないものだった。ハットネットの研究チームは 今後より詳細な観測が必要と述べつつも、構成の金属量と惑星の金属量の関係は単純ではないことを示唆している。ありがとうございます。